大使館の皆さん、聞いてますか？日本語わかりますか？私たちはね、別にユダヤ人が嫌いとかユダヤ人を差別するとかということではありません。ただパレスチナの人々に対して、まあ、イスラエル軍が行っている軍事作戦に対して大きな声を上げて反対の道をこの大使館に向けていきたいと思います。6時半から始まりますので、今雨降ってきましたけども、まあ、向こうの空が明るくなっているので、こんなに長い時は続かないと思います。イスラエル大使館、ご存じない方もいると思いますけども、6番出口出てすぐのところだと、これから来る人たちに伝えてください。それから先ほどから警察が、ここはメガホンは使えない場所だと言ってきてますけれども、ここではもう昔からずっと何度も何度もメガホンを使って抗議行動が行われています。悪いのは、そうして何度も何度も抗議行動を行わさせるような状況を作り出しているイスラエルであり、このイスラエル大使館です。私たちの抗議行動を妨害することは許されません。抗議するなら、やめさせたいならば、イスラエルの空爆をやめさせろ。ガザへの空爆こそやめさせろ。日本政府、そして日本の防衛産業が、このガザへの空爆に加担しています。安倍首相は、イスラエルの首相と5月に会談を行って、武器産業をイスラエルと共に濃密に連携して発展させていくということを言っていました。そうした状況下で、こうした大使館への抗議行動が妨害されるというのは、まさに日本政府が今回のイスラエルの暴挙を今まで以上に支持をしていく、はっきり支持すると言わなくても、こうした現場で、抗議の現場で支持をするという態度が出ているということになります。ここで妨害が起きれば、それは特に世界中に日本政府と日本の警察が今回の暴挙を支持してしまっているなということは世界中に伝わります。ですから警察の皆さん、妨害はやめてください。過去何度も行われているのと同様に、マイクを使ってここで当たり前の抗議行動をさせてください。やめるべきは、イスラエルの空爆です。日本政府がやめさせるべきはイスラエルの空爆です。だねえんだよ。マイク。
トークは選手たちだ。危ないのは警察のやり方だろ。こんなことより責任者を出してくれ。危ないのは警察のやり方だろ。警察権は警察権の乱用でしょ。存在なり何なりそういうものがあるんだったら根拠を示しなさい。早く。すごい男といい男のこの絵柄の違い。君の男たちが見たら何だろうと。あなたたちはね、まあ、あなたに言ってもしょうがない。もっと上の人まで抜かれてこれ。もっとうちの人、もっと上の人、上の人、誰か。現場付きの人、戻ってください。あなた一本一本巻いてるけど、ね、何の理由があってトラメガを使っちゃいけないんですか。騒音条例ですか。これ住宅地ですから。わかりますよ、はい、であれば騒音条例でしょ。じゃあデシベルを測ってくださいよ。使わぬのお願いします。60デシベルなら80デシベルならあるでしょ。それに違反してるってんだったらまだ理由がわかりますよ。そうでなければこれは警察権の乱用じゃないですか。あなたどうなんですか。これ弁償すべきですよ。警察の責任者弁償しなさい。損害賠償あげながら。バイクはちょっと遅れているが。ふざけんな。後できちんとね、明らかにさせて、怪我してる人だっているんですよ。もう思えない。むちゃくちゃだよ、これ。誰を守ってるんですか、一体警察は。何度もマイクでここで抗議してるよ。じゃあ、そういうことで、本来やるべき抗議を、これからやりたいと思います。
じゃあちょっとマイクが使えないのでやろうと思ってるんですが、地声でやるしかないんで頑張っていきましょう、大きい声で、はい、で今日はですね、昨日の夕方に突如、思いついて、個人の有志の呼びかけということで、皆さんに集まっていただきました。で呼びかけた人間はですね、ドル開けよ、5月の11日12日にネタニヤフ首相が来日して安倍首相と首脳会談をやって、武器の共同開発や経済協力など非常に問題の多いそういう、まあ、協定調印したんですが、その時に集会とあとは首脳会談をやっている官邸前での行動をやった有志です。で今回もう本当に許しがたいことに、2008年の末から2009年の1月にかけて1000人以上が虐殺で殺された、あのガザの空爆、それを思い起こさせるような今回の一方的な一方的な空爆に本当に受けなかったのいられず、本当はもっと早くに来るべきだったんですが、なんとか今日、ギリギリ平日の夕方ということで呼びかけました。でご存知の通り、今日の昼間のニュースでは、空爆による亡くなった方が88人、怪我をした方が400人以上、もう今の時点で増えているはずです。そういう中でネタニヤフ首相は今までの作戦は成功しているというふうに言って、これからさらに困難で複雑な局面に入ると、地上戦を見直すかのようなことも言っています。ガザというのはご存知の通り、本当に小さい地域に百数十万人がひしめいている、封鎖が続いて電気とか物資も不自由な中で、本当に檻に閉じ込められるようにして苦しんで生きてきました。それに対して確かにハマスのロケット弾は問題です停止すべきですけれども、それとは全く桁の違う世界でも有数の軍隊が襲いかかって爆弾を落としまくる、こんなことが許されていいはずはありません。とにかく一刻も早く空爆をやめて、きちんと共存できる交渉を、言葉による交渉に入るべきだと思います。今日はまさに冒頭から警察の誰を守っているのかわからない非常に不当な警備がありました。これは責任を追及していきますけれども、まあ、これに逃げず、あのビルの奥の茶色い建物の奥の方がイスラエル大使館です。でこの大使館は市民に対して聞く耳を持たないので、アポイントを取ろうとしても要請文もいつも受け取りません。ポストに入れるのが精一杯です。まあ、こういうところですけれども、今日はできる限りの声で抗議の声をぶつけていきたいと思っています。だいたい1時間ぐらいで、ちょっと始まり遅れましたが1時間ぐらいで終わりにしますので、可能な範囲でお付き合いください。でもう一言だけ少しお話したいんですが、実はこの空爆が始まってからですが、茂木経済産業大臣がセキュリティ産業の協力をはじめとする経済協力を強化する、そういう交渉のためにイスラエルとパレスチナを訪問して、7月7日にですね、覚書を調印しています。彼は今回の空爆をきちんと抗議したんでしょうか。それともう一つ、超党派の国会議員たちが、ラセラ大学の OB で作る超党派の8人の議員たちが、新道派のリストで有名な杉原中根さんの、レリーフをですね、送るためにイスラエルをまさに訪れているんです。で9日と10日に想定をして、イスラエル外務省と話をして、イスラエルの国会議員たちと懇談をすると、そんなことをやっています。彼らは本来訪問を中止すべきだったんじゃないんでしょうか。本当に日本の市民として恥ずかしいです。日本の政府も大きな声で抗議をしたという話も全然伝わってきません。武器輸出をイスラエルにもやってもいいというような流れも強まって、集団的自衛権の行使も閣議決定されましたけれども、本当にイスラエルをアメリカのようにサポートしていく、そこに日本が向かっていく、本当に重大な転換点になりかねないと思っています。そういう中で今日は、参加された皆さんのお話も伺いながら、討論も交えて、頑張っていきたいと思います。そしたら最初に、討論を短めに、やりたいと思います。おーい、討論係お願いします。おい、コール係ちょっと来て。
通路を開けよう、通路を確保しよう。向こうにまた皆さんとあるから、皆さん、先ほども話したようにここでは何度も何度も抗議行動が行われてきました。それは何度も何度もイスラエルが空爆をし続けているからです。そしてそのことに対して麹島氏が排除したことも絶対に許せません。安倍政権がイスラエルを全面支持するという姿勢がここに出たということです。その分の怒りも含めて大使館に抗議の声をぶつけていきましょう。空爆やめろ、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 虐殺やめろ、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 戦争やめろ、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 虐殺やめろ、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 破壊をやめろ、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 占領やめろ、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 封鎖をやめろ、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 入植やめろ、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 壁はいらない、壁はいらない、壁はいらない、命を守れ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 、平和を作れ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 、空爆やめろ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 、虐殺やめろ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 、占領やめろ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 、破壊をやめろ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 。アラビアグレープロールを用意されてきているので、それもやめたいと思います。占領やめろという意味のコール、これ誰か、ガザ包囲やめろ、分離兵器はもういらない、虐殺はもううんざりというのがありまして、で、これ配られてはいないと思うので、これは参加者に配られてる、今配ってる、今配ってると思うんで、配り終えてからやるので、それまでまた短いコールやってますね。占領やめろ、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 入植やめろ、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 空爆やめろ、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 虐殺やめろ、虐殺やめろ、戦争やめろ、戦争やめろ、戦争やめろ、Stop!
取引をしたり共同開発の話を進めたりしています。
特にその中でも、危ない関係というのがこのイスラエルという国との、開発あるいは貿易です。で今も、欧米では、市民の運動でイスラエルのこの入植の問題、和平を全く積極的に進めない、むしろですね、破壊し、そして今日行われているような爆撃が率先してやっている、こういう体制に対してノーの声を高らかに上げている。ボイコット運動は明らかにイスラエルの外交政策や貿易にダメージを与えています。しかしそれについて、それによって反省するどころか、このような攻撃を強めている。それだけではありません。ご存知のように今イスラエルの国内にはパレスチナ人の政治犯あるいは未結集ですね、裁判を受けられずにただ拘束されているという人たちがたくさんいますけれども、彼らがずっとハンガーストライキをやっていました。抗議のためです。占領に対する抗議、そして、政治的、未結集に対する取り扱いのに対する抗議行動をやっていたんですけれども、それに対しても何の答えもなく、ハンガーストライクが一旦中断をしていますが、中には死を恐れずにハンストを続けている人がいると伝えられています。またこの3人の青年、イスラエルの青年が誘拐され後に遺体で見つかった事件、これも痛ましい事件ではありますが、それに対してハマスがやったと、イスラエル政府は勝手に何の根拠もなく決めつけて、ヨルダン川西岸地区から多くのパレスチナ人、ハマスの活動家、簡易マイクだから全然音しないから。ダメだ。こっちも来ない。すいません。西岸地区からたくさんの人たちが連れ去られている。中にはハマス出身だけれども、パレスチナの国会議員である人たちも、連れ去られています。そのような状態が続いているわけです。まさにガザの爆撃だけではないんです、事態は。私たちはそのことにも心を止めなければいけないと思います。それから今日ここにトラーメンガンを使わせないなんていうことを初めてですね、まさに90年代あるいは2006年のレバノン爆撃、2009年8年から9年にかけての皆さんご記憶のような暮れ のガザの大爆撃、1300人から1400人が亡くなった、あの時だってあるいは2012年の時だって私たちはここにいて集会をやっていたわけです。それをなんで弾圧するんでしょうか。一体政策が変わったんでしょうか。まさに安倍政権はイスラエルと一緒に武器の共同開発をやるのも OK、 そして自衛隊を海外に出すのももうフリーハンドという政策転換をした時からこのような態度の変化が起きたんでしょうか。まさにそれは憂うべきことです。我々主権者としてはこの重大な変化というのを今日ですね、心に留めて糾弾していかなければいけないというふうに思います。本当に信じられないことですね。このような犯罪が国際的な、人権裁判所も問題にしているような国家的犯罪をフリーハンドで認めているという国を私たちが支えているのは本当に恥ずべきことだと思います。倫理の崩壊だとしか言いようがないです。そういう倫理の崩壊をここで食い止める責務が私たちにはあると思います。頑張っていきましょう。ありがとうございます。それではですね、さっきも言いましたが超党派の、国会議員団、写真が実はそれはね、イスラエル大使館のホームページに載ってるんですよ。イベントとかいうところを見ると、超党派の議員団が嬉しそうにイスラエルを訪問して友好を深めている写真が載ってるんですが、そういう恥知らずの人たちがいる一方で、今日ですね、
参議院議員山本太郎さんが現場に駆けつけて一緒に声を上げていますので一言だけいいですか。お疲れ様です皆さん。人殺しはするな、これ以上人を殺すな、血を目指さすなというのにどうしてこれだけの警察がカバーが必要なんですかね。ここにいる人たちが急に暴れ出すわけじゃないですよ。皆さんはこれ以上血を流さすな、人を殺すなということを言っている人たちです。警察の皆さんよろしくお願いします。このイスラエルっていう国は日本とも少し似てるなって思う部分がありますよね。同盟国頼り、周辺国との関係は改善する方向には向かわずに同盟国頼りと頼みという部分では日本もイスラエルもそう変わらないような気がします。それだけじゃなく先日武器の輸出そのようなものが解放されてしまったからにはこれから日本がイスラエル化するそのような可能性があるわけですよね。戦争そんなこと絶対あってはいけないけど今イスラエルがパレスチナガザに対してやってることは戦争でも何でもないんですよ。世界屈指の軍事力を持つトップクラスの軍事力を持つイスラエルが一所に集められた人々に対して非正規の武器しか持たない人たちに対して圧倒的な軍事力で空爆そしてこの後地上戦につなげようとしている、これはただの大量殺戮だと思いませんか。絶対に許せないですよ。いくら大手メディアがコントロールしようとしても恣意的な報道を続けようとしても我々にはネットがあるんですよ。ネットがあってガザの叫びがここに届いているからこそ金曜日のこの時間帯普通ゆっくりしてたいですよ。でもこれだけの人が集まってるってことなんですよ。黙ってられるわけないですよね。非常に申し訳ないです。政治の世界今の国会の中でこのことに対して声を上げられる人一体何人いるんでしょうか。政府として声明を出すなんてガザ側に寄り添った声明を出すなんてことはほぼありえない状況です。でもそれを変えられるんですよ。皆さんみたいな心ある人たちが大きな声を上げ続けることによってぜひみんなで力を合わせて頑張っていきましょう。イスラエル政府は直ちに空爆をやめてください。イスラエル政府は直ちに大量殺戮を中止してください。ありがとうございました。頑張っていきましょう。ピースボートの、交流の、様子なんかもですね、伝えていきたいと思います。僕らは以前よりですね、イスラエルとパレスチナの、方々をですね、船に乗せて、乗っていただいて一緒にですね、持続可能な、戦争がない、状態、戦争というよりもですね、先ほど山本さんおっしゃった通り虐殺です、うん、虐殺がないように、どういうふうに共存できるのかというのをですね、おととし、クルーズでもやってまいりました。イスラエルの人40人、パレスチナの人40人の若者に乗ってですね、そういった、ことをやってきました。なので、何もかもイスラエルが悪いというのを言いたいわけじゃないです。イスラエルにもそういった戦争反対、自軍反対の人たちもいます。
でただそれが兵役拒否もですね、できないような状況に追いやられている若者も、女性もですね、兵役しなきゃいけないという状況の中で、2008年の、空爆で我々この前のイベントやったんですけども、イゼル・ディン・アブラエシャンというですね、お医者さんがイスラエルの生放送でですね、空爆やめてくれって、もう俺の娘も殺されて何をやったんだ 俺たちがという声を聞いて、初めてイスラエルの人たちはその空爆の恐ろしさというのをですね、壁の向こうの顔の見えなかったパレスチナ人たちに伝えることができて、でそれで、気づいたと、いうことで、されてましたけども、また同じ、こういった空爆がガザでも、エルサレムでもですね、子供が生きたまま焼かれるというようなことが、ありました。もう即時ですね、こういった我々もですね、イスラエルの政府に対して、イスラエル政府軍に対してですね、攻撃、停止を、求めます。以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。ではここで、短めにコールを挟んでいきたいと思います。虐殺やめろ、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 空爆やめろ、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 ガザの空爆今すぐやめろ、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 これ落とされた方、ここに今あったんですけど、誰か。大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。大丈夫。マイクの調子がいまいちなんですね。あ、はい、どうぞ。ドラムが壊されたんでしょうがねえな。警察の人に当てていいから。なんだよこれ、本当によ。どうぞ。判定だってこんなことしてねえぞ、お前ら。それじゃないで。まあまあ、抗議するのが目的ですからね。ぶつかるのが目的じゃないですよ。分かってるよ。うん。今日はですね、6時から、ぶつかってきたんだよ。やめろ。アメリカ総領事館前での、空爆やめろ。あいつ、パレスチナの人たちに連帯して、空爆をやめさせる行動が取り組まれています。まあ、申し合わせたわけではないんですが、帰宅して同じような時間帯にやることになりました。で、一緒にですね、頑張っていきたいんですが、明日、京都でも、集会も行えようとしています。続いてですね、あれじゃない、ララロイさんという方の、ホロコーストからガザへという本の、翻訳もされています早尾隆之さんが来られていますので、少し発言、お願いいたします。皆さんお疲れ様です。自分の職業はですね、まあ、大学で教えていて、まあ、たまに学生をパレスチナに連れて、行ったり、
パレスチナイスラエル問題の抗議なんかをしています。まあ、僕自身も10年ぐらい前まではですね、ガザ地区にも入れてはいたんですけども、特段こう、プレスカードなんかもないので、この10年ぐらいは入れなくなってしまっています。まあ、サラロイさんと、いうガザ研究の、まあ、第一人者の本を、翻訳したのは2008年のですね、あの1000人を超えるですね、虐殺が行われたまさにその時に翻訳をしました。そこでもう、まあ、強調されているのは、ガザで今行われていることはガザという小さな場所でに限定されたことではなく、イスラエルの中ではパレスチナ全体の占領と、分断と、まあ、最終的にはもうパレスチナ最終的に、泣き物にする、そのワンステップとしてガザが実験場になっているということなんですね。ガザで導入されていったさまざまな占領政策はガザで先行的に実験され、必ず西岸地区に持ち込まれていきます。 ID カードしかり、分離壁も、我々は西岸地区の分離壁で大騒ぎをしましたが、その10年前にはもうガザに導入されていたんです。ガザで起きることは必ず次には西岸地区に持ち込まれ、パレスチナ全体の、まあ、占領、そして最終的にはパレスチナを完全に泣き物にする、まあ、そのワンステップとして今のガザの事態があるというふうに皆さんにも見ていてもらいたいというふうに思うのが一つ。それから今回のガザ空爆虐殺のきっかけになったかのようにですね、言われているユダヤ人の入植者3人の誘拐殺害ということがありましたけれども、もうそれが起きてから1ヶ月実はもう経っているんですね。この1ヶ月の間にイスラエルはこの事件を、まあ、契機としてかなり周到な準備をしてガザ侵攻空爆、これを計画的に行っている。じゃあ何のためにこのタイミングでやったのか、まあ、ここに集まっている方はの多くはご存知だと思いますけれども、この春にパレスチナの方で、ファタハとハマスの連立内閣、大連立と、和解をして、パレスチナが、一体となってですね、やっていこうと、まあ、ハマスとファタハの連立内閣というのは実は2006年に一度、できたことがあった。その今度は2回目になるんですが、1回目の時もその連立を潰すべくイスラエルはかなり暴力的な手法で介入し連立内閣を潰しました。今回もまさにハマスとファタハの大連立を潰すためにこれを政策的に行っているんです。しかもハマスとファタハの連立内閣いうのは、まあ、パレスチナにおいてはもうほぼ唯一現実的なですね、残された、まあ、手段、まあ、方針であるということについてはアメリカ政府でさえ部分的にもう認めざるを得ないような状況になっていた。逆に言えばイスラエルは手詰まりになっていたんですね。これをもう暴力的に潰すためにガザ攻撃に踏み切ったのだということを、まあ、皆さんにも、知ってもらいたい。そして周りの人にもですね、またあの報道が必ず報復合戦とかですね、暴力の応酬とかですね、そういう形で報道されますが、これはもう明らかにパレスチナの連立内閣を潰す、という、そういう政治目的で行われたということを強調しておきたいと思います。以上です。それでは続いて、パレスチナとの連帯の取り組みを続けてこられましたあのヤクワさんから一言だけお願いします。
ヤクワと申します。私は美術家で占領に反対する芸術家たちという国際組織を、まあ、組織しているのですけれど、だから一言だけ言いたいのは、ユダヤ人がナチスに迫害されていたときは、みんなユダヤ人に国さえあればって思ったわけなんですね。でもイスラエルの建国の仕方っていうのは、そのように考えていた人たちにとってあまりにもイメージから離れたものだった、そういう建国の仕方をしたと思います。もう48年から時間が経って今のイスラエルを見ると、もうこんな国っきりできなかったんだなっていうふうに思う。もうイスラエルは持ったことがあるわけだから手放すことができる。もうこんな国なんて手放してもいいと思います。そしてパレスチナ人に国を持たせてみたらいい。パレスチナ人が作る国家が素晴らしいっていうつもりはありません。まあ、国家の枠組みなんて日本も見る通り本当に残虐だしひどい状況だと思う。でも持ってみれば捨てることができるわけです。持ったことがない、持ったことがなければ捨てることはできない、そんな風に考えています。全然別の視点から。ありがとうございました。それではここでまた、短くショートコールを入れていきたいと思います。皆さん途中から来た方も多いと思います。イスラエル大使館に怒りの声をぶつけましょう。イスラエルは空爆をやめろ。
その
イスラエル、アメリカ、そういったところと一緒に加担をしようとしていると、それはもう本当に許せないと思います、ですから私たちはこの、ガザの空爆、これをやっぱりとても大事にですね取り上げながら、このやっぱり日本でイスラエルに抗議するとともにですね、こういう状況を許している日本の政府に対しても同時に抗議をしてですね、外務省なり、首相官邸なり、そういうところに抗議して、これからの運動を高めていかないといけないと思います。とても子どもたち、戦争で一番被害を被るのは子どもたちと女性です。そうしたことを助けるためにはやっぱり私たちが一番日本の平和憲法を持っている、私たちが一番声を上げてですね、世界にその世界の列強の国々にも説得していくことが必要だと思います。皆さんこれからも頑張りましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。今お話しありましたが、今日の抗議行動が今までと違うのはですね、日本政府が明らかにイスラエルに対して武器や経済でより密接にそれを支援する、そういうところに今もなっているということなんです。ですからイスラエル大使館、イスラエルに対する抗議は当然ですけれども、それを黙って見ているどころか武器や金目の力でですね、それをサポートする、イスラエルの戦争犯罪をむしろ支援する、そういう恥ずかしい政府になっている、その政府を変えさせるのが私たちの責任だと思います。ご存知の通り、4月1日にたった一度の閣議決定で、今まで戦後の平和主義の一つの屋台骨の一つだった武器輸出禁止の3原則があっさりと武器輸出促進原則へと変えられました。それによって日本政府はイスラエルに対して国際共同開発をしている F-35 という戦闘機、ステルス戦闘機をですね、イスラエルにそれが輸出することを容認するという、そういう この責任を取れ、暴力の責任を取れ、あろうことか F-35 のアジアでの整備拠点を日本に誘致するということを言っています。そんなことを絶対させてはいけませんし、武器産業だけではなくて民間企業のレベルでも、最近テレビとかマスコミにチヤホヤされてますけれども、サムライインキュベートという、天王洲ライブに会社のある若者が作っているベンチャー企業ですが、企業支援ファンドを支援する、そのためにイスラエルに今回ですね、5月ぐらいに、乗り込んでいって、日本の企業に対してイスラエルが今こそいいんだと、素晴らしい、どんどん日本企業はイスラエルに行こうという、そういうキャンペーンを始めています。それを日本政府がアベノミクスの中で支援するというようなことも一方で起こっています。政府の加担と、軍事産業や民間企業、民生企業の加担、民生技術も武器技術に組み込まれていく、そういう時代が始まっています。そういう問題に私たち一人一人がしっかりと目を凝らして声を上げていくということが大事になっています。そろそろ終わりなんですが、ここでどうしてもイスラエル大使館に向かって一言言いたいという方、お二人ぐらい短めですけども発言あれば受けたいんですが、どなたかおられますか。どうぞ。手を挙げられた方どうぞ来てください。
今やらないとずっとこのままです。構造を変えるような活動をですね、私たちが伝えられもっと、声を上げて聞いてもらえるように日本社会もですね、頑張りたいと思います。皆さん、どうもありがとうございました。さまざまな団体や個人がバラエティさんを支えようということでいろんな取り組みをされています。その当事者の子どもたちをはじめ封鎖の中で苦しんでいる人たちの目に爆弾が降り注いでいるんです。こんなことを今の時代マスコミが伝えないわけではありません。誰でも分かるようになっています。そういう中でそれをやめさせるのは私たち市民のやっぱり力にかかっていると思います。頑張っていきたいと思います。もう一人だけどなたかおられますか。よろしいですか。喋りました。そしたら、すごい動き喋る。確かに喋ってましたね。OK、みんな一緒です。OK。パレスティナ主派だ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 。
書いてありますので、どなたでもお読みいただけると思うんですが、今日こうやって、大使館の前でアピールしていますけれども、他も多いと思います。遠方の方で、各都道府県に大使館があるわけないし、会ってもらったら困るんで、そういうこともできないのはしょうがない、そういう方もおられます。どなたでもできることとしてですね、このイスラエル大使館に抗議の声をぜひ大至急届けてほしいと思います。電話番号が 03-3264-0911 03-3264-0911 で、ファックス番号が 03-3264-0791 03-3264-0791 それとですね、ツイッターやられている方おられますけれども、ツイッターのアカウントというのがイスラエル大使館2つあります。で、大使館のアカウントがイスラエルインジャパンというのがありますし、経済部というのがイスラエルトレード JP というのがありますので、ツイッターでも短いメッセージでもいいので空爆をやめてほしいということをですね、ぜひつぶやいて、一つ一つの声が力になると思います。それとメールアドレスも ありますので、これはすべてイスラエル大使館のホームページを開けてみられると、左側にちょっと小さいんですけど書いてあります。ということで、地上戦の準備もですね進んでいて、一体いつまでイスラエルがこの虐殺を続けるのか見通しが立たない、本当に深刻な状況です。で、世界的にも大きな抗議が巻き起こっていますけれども、日本でもまだまだ弱いと思いますので、これから自宅でそれぞれできること、そしてまた今後の状況によってはまた、突如として呼びかけることもあるかと思いますし、皆さんの中でも、可能な形でぜひいろんなアピール、アクションをやっていただけたらと思っています。で、今日は大阪でも抗議行動をやっていますし、明日は京都で緊急集会もありますけれども、いろんな方たちと一緒に、明日の取り組みをじゃあ2個目にしてもらっていいですか。すいません、明日は4時から15時から18時までここで帰り鉄の仲間たちでも呼びかけをします。で、ネタニヤフ首相はもうガザへの攻撃の手を緩めることはないと今断言しています。そして日本は今憲法9条を手放して戦争へ突入する入り口に立っているこの状況、日本政府もおかしいし、もちろんイスラエルの政府もおかしい。皆さんで声を上げていきましょう。ぜひ一人でも多くの人集まってください。そして市民の一人一人の名もない私たちの声を届けましょう。明日16時から18時こちらでやります。ぜひお集まりください。よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは最後にもう一度イスラエル大使館に向かってコールをぶつけていきましょう。今日の講義の前半にアラビア語とヘブライ語も書かれたコールの紙を配っています。おそらく途中から来た方は持ってないと思うので、隣の方に見ながら日本語とこの2カ国語両方やっていきたいと思うので、もうストップなしで全部続けていくので、ありがたいですので、イスラエル大使館の人間に私たちの怒りの声をぶつけて、今すぐ空爆をやめてしましょう。そして地上戦になったら本当に死者がさらに爆発的な数になってしまいます。絶対止めなければいけません。何としても地上戦をやめさせ、地上戦に行く前に今の空爆をやめさせてガザの占領をやめさせましょう。成功、イスラエルは空爆をやめろ、ガザの天井をやめろ、ガザの天井をやめろ、ガザの天井をやめろ。
爆やめろ、空爆やめろ、命を守れ、命を守れ、命を守れ、平和を作れ、平和を作れ、平和を作れ、パーティーパーティーインスピラー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 、パーティーパーティーパーティーインスピラー、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 破壊をやめろ、破壊をやめろ。
頑張っていきましょう。どうもお疲れ様でした。あの、会場
に気をつけて、お帰りください。お疲れ様でした。配信終了します。ご視聴ありがとうございました。ビールガスぶち壊されてそれが刺さってこれもんですよ。明かりのある方に行こう。塩原これどうすんだよ、これどうすんだよ。お前らあなたたちがあなた来たな。塩原、あ、皆さん塩原この人ですよ。塩原この人、この人、いたこれ塩原、これいたよ。ホームでやったんだからちゃんとの写真ぐらい撮らせろよ。いつもそっちは違法撮影だけどこっちは権利があるんだ。このホームでしょ。ホテルの敷地ですから。うるさいな、何やってんの。敷地がうるさい。自分たちの暴力に対するんじゃない。謝んなさいよ。これどうすんだよ。お前何口震わしてんだよ。何やってんの。何やってんの。あんた誰。塩原さん、あなた誰。塩原さん、これどうすんの。挨拶のおっさん誰よ。塩原さん、この怪我どうすんだよ。おい、責任取ってくださいよ。塩原さん、お前だろ。そこに塩原さん、むちゃくちゃになってるでしょ。塩原さん、この怪我どうしてくれんの。他にもいるぞ、怪我した人。傘も手から傘もぶち壊されたぞ。塩原さん、この怪我謝罪しなさいよ。黒板塗装やるよ。何をやったっていうのは、歩道歩いてるだけで。なんでここでマイク使っただけであんな100メートルも引きずられて何十人も排除されんの。ね、この怪我謝ってよ塩原さん。ダメだよ逃げちゃ。マイク持ってる人。塩原さん、この怪我謝ってよ塩原さん。いたよここに。塩原さん、ここにいましたよ。この人、この人、この人ですよ。塩原さん、塩原さん、トップで塩原さん、謝罪しなさいよ。いたよ塩原さん。はい、塩原さん、塩原さん、警察車両だろ。塩原さん、ここにいますよ、塩原さん。何逃げてんの。逃げるな、塩原。逃げるな、塩原。逃げるな、塩原。塩原さん、この怪我、この怪我どうしてくれるの。責任取りなさいよ。人間ちょっと恥ずかしくないの。塩原、塩原さん、人間ちょっと恥ずかしくないんですか。謝れ、謝れ。歩行者も通りますんで、歩道で。何が敷地だ。歩道歩いてるの突き飛ばしたじゃないか。ふざかして男性暴力団、あんたじゃないの。突き飛ばしたのはお前だ。はい、でも車道なんで歩道も取れ、歩道上がって、はい、はい、とりあえず歩道上がって歩道行きましょう。みんなもんたっぷり帰るから、さっき歩道歩いてて突き飛ばしたのか。集会の自由があります。集会の自由を知りますよ。集会の自由を知りますよ。歩道に合わせてあんたに突き飛ばされただろうか。歩道を突き飛ばしてると何言ってんの。集会の自由を知りますよ。謝りなさいよ。気をつけて帰ってくださいね。はい、気をつけて帰ってくださいね。歩道で何やったの。歩道で何やってんの。はい、お気をつけて。はい、ほら、歩道なんで、歩道なんで入ってください。歩道にご協力お願いします。危ないですよ。歩道に入ってください。歩道に、歩道に上がってください。歩道に車通ります。はい、車通ります。車通ります。車通ります。移動お願いします。
の巨人がやってます。明石歩道橋機構、小森さんたち無縁じゃないでしょう。明石歩道橋機構、あなたたちがまた来るかもしれない。明石歩道橋機構、以上お願いします。おまわりさん、明石歩道橋事故、あなたたち、あなたたち忘れないでください。明石歩道橋事故、うるさい。ごめん、メガホンは、メガホン、メガホンは、メガホンは、こっちの笛の方がうるさいだろうよ。うるさいよ、うるさい、邪魔しちゃう。悪すぎだ。お前ら何か勘違いしてねえか。誰の陰で見つってんのよ。どういうチャンネルだ、お前ら。反省暴力なんて言うんだ。俺は危なくないよ。お前らは危ないよ。あんたたちすごい暇だね。もう税金で暴力を振るんじゃない。30日官邸前の警備、一般の人の邪魔なんか誰も言ってんだろ。誰も言ってんだろ。やったんじゃない。やったんだよ。俺たちは一般の人が邪魔なんかしてないだろう。どうだって邪魔なんかしてないだろう。この傷見ろよ、この傷。この傷。やったんだよ。なんでこっちも。ごめんなさい。こっちとこっち。まあそうやって。お前多分スパンの方々は何をさっきやるって言ったの。うんちだよ。いったいったいった。はい、これサブキャップ、サブキャップ、サブキャップ。ナンバーついたよ。ナンバースー、ナンバーついたよ。こっち来いよ。もう怪我させといたよ。なんだよ、この態度は。なんなのこれ。どういう態度なの。ヤクザかお前。ヤクザか。ヤクザか、こうやって。お願いします。くれる制服着てたって顔はね、みんな違うんだから覚えてるよ。言ったら途端に消えて、何なの突き飛ばしたのは。さっきのそれぞれの方向にお進みください。何がそれぞれの方向で歩いて誰かに突き飛ばしたの。すぐ逃げたじゃないの。止めたいんだったら踏んじゃない。マイクを排除したから一回マイクが壊れて、みんなが怪我して肩も口壊されて、明日も前振り返されて許さないから言ってんだよ。ここだけの問題じゃない。明日も4時から抗議行動がある。今日は人数が集まったから、お前らは途中から排除をやめた。だけど人数少なかったらまた必ずやるだろう。だから抗議してるんだ。今日途中で我々がマイクを使っても排除しなかったのは、我々の人数が増えたからです。最初人数がまだ少なかったから彼らは排除しました。明日、今日よりは、今日より人数が少なかった、もし少なかった場合、彼らは
謝罪して明日はやらないって確約しろ。今いたのは何発？それ本当なの？今いたのは何発？触るな。ドラメガニ触るな。触ったら壊れるから触るな。触るな。謝れ。塩原と何発いるだろう。謝れよ。麹町とは一体何回弾圧繰り返す気がするんだよ。今日多分途中から来た方もいると思いますが、今日ねここでやり始めたらマイクを使った瞬間にこの40人の機動隊が前進を押して向こうまで一斉搬送されました。100メートルも引きずられました。100メートルも引きずられるために私や仲間が体中に怪我を負って一旦マイクは壊れました。肩も壊れどこかに引きました。これは国会投票をすれば勝てるレベルです。今までここまでひどい排除はしていない。明らかに日本政府の姿勢がここに出てるからです。武器の共同開発、安倍のネタニヤフとの会談、それをやってるからこういう状態になった。明らかにこうした人は一緒に動いてる安倍政権のもとで我々絶対に勝たない。おまわりさん、歩道通れないから開けて。おまわりさん、おまわりさん邪魔です。すんごい邪魔、そうじゃないの、あなたが邪魔です、あなたが邪魔なの、その前も邪魔です。開けて。お前さん、いいね、車道歩きお願いします。それが公務、先ほどもこうして移動お願いしますと宣言もできるから体重を押すという、手前で洗いたからね。仕事なら着させてもいいんだ、物壊してもいいんだ。イスラエルの虐殺を止めるために、イスラエル大使に攻撃を行っています。公務員今、ガザとは、イスラエル、パレスチナの捕獲は、ここにあるイスラエルの、何のためにやったの？誰が見せかけてんの？子供たちが、私たちが、どこの人物か？日本人の子供たちが、イスラエルの、あなたたち、あなたたち、どうやったの？勝ってんの？私たちは今日ここに攻撃行動をしましたが、どういう日本人のために、自分の子供たちが、日本政府の指示で動いている麹町警察署に暴力的に排除されて、この足を見てください。血が出てます。怪我をさせられました。この先にイスラエル大使館があります。私たちがパレスチナへの空爆、毎日数十人も殺すのをやめろと声を上げていたところ、麹町警察署は突撃してきて、ここまで100メートルも引きずられて何十人も押し倒されました。これを見てください。こうした警察官たちが今日本政府の姿勢を表しています。これは私たち一人一人の責任です。日本政府が武器をイスラエルと一緒に作って、その武器がこれから、そして今もパレスチナのガザで毎日何十人も住民や子供たちが虐殺されているんです。私たちは無関係ではありません。私たちと別のところで虐殺が起きているのではありません。今イスラエルが虐殺をしています。毎日何十人も殺されています。ツイッターでガザ空爆で検索してください。凄惨な現地の殺された子供たちの写真がすぐに出ます。今スマホを持っていれば一発で出ます。
空爆で検索してください。ここで撮影をしているところ、公安警察やここに大量にいる機動隊はイスラエル大使館を守るために、つまりイスラエルに空爆をさせるためにここに出だしてきています。私たちが大使館前で150人集まって抗議をしたところ、ここまで排除されてみんなが怪我を負いました。私の足元からも血が出ています。これが今の日本政府の姿勢です。安倍が集団的自衛権を閣議決定しました。世界中で戦争をするために自衛隊を海外派遣しようとしています。しかしそれはすでにガザの空爆で始まっている。そしてガザの空爆はもう何十年も繰り返されてきて、マスコミに言われている報復の連鎖とかハマスの実効支配とか違います。圧倒的な軍事力でガザの人々を虐殺しているイスラエルの問題です。イスラエルがガザの占領をやめなければ絶対に問題は解決しません。問題はそこに尽きます。そしてその占領を支持しているアメリカをはじめとした国際社会、そして日本政府、そして武器を共同開発しようとしているイスラエルと一緒に防衛産業を作ろうとしている防衛省と日本の大企業、この辺りにもそこに関係している人がいるかもしれません。日立、三菱、東芝、川崎、こうした軍事産業がイスラエルの虐殺に加担をしています。武器輸出三原則も実施に撤廃されました。だからこそ今こうして麹町警察署が大量に押し寄せてきて抗議行動をさせないと私たちを排除してしまったんです。明日も4時から麹町署の前で抗議行動があります。しかし再びこの警察官たちはこのマイクを使うなと言ってみんなをここまで排除してしまうかもしれない。ですからお店の皆さん、僕たちの皆さん、この麹町警察に排除をやめろと抗議をしてください。さらにこの麹町警察に暴力をやめろと抗議をし、そして一人一人がこの先にあるイスラエル大使館に毎日でも抗議をしてください。ネットでやると言っておられれば私や仲間たちが今日の参加者が行くはずです。今日は150人でした。しかしイギリス、アメリカ、世界中ではもっと何百人もの人たちがイスラエル大使館前に押し寄せて虐殺をやめろと声を上げています。今日が150人なら明日以降はもっと増えなければなりませんし、日常的にガザの封鎖をやめろ、占領をやめろと言っていかなければなりません。皆さん、ここに警官が大量に並んでいるのはこの先にイスラエル大使館があり、イスラエルがパレスチナを空爆して毎日何十人も今虐殺をしているからです。今日150人もの参加者で抗議行動が行われ、その抗議行動を排除するためにこの麹町警察署の機動隊が出ましてきました。これが今の日本政府の姿勢です。ガザの虐殺、パレスチナの占領を推進しようとする側に明確に立とうと立っているのが今の日本政府です。5月にイスラエルのネタニヤフ首相が来日して安倍と会談をして防衛産業を一緒に発展させよう、そういう血塗られた宣言を行いました。つまり今毎日毎日ガザで殺されている人たちはこれから日本の武器、日本の参戦の参戦によって殺されていくことになります。安倍は今オーストラリアでいますが、この虐殺について懸念するという一言すら何も言ってません。何も感じていないどころか支持する側に明確に立っているということです。そうだ、皆さん、この先にイスラエル大使館があります。イスラエル大使館には明日の4時からの抗議行動があります。日本政府が今まで以上にイスラエルに加担をして戦争に協力をしているために、こうして警察官が出ましてきて抗議行動を排除しました。このようなやり方は許されません。警察は黙ってろ。皆さん、ぜひとも抗議行動、明日4時からイスラエル、この先にあるイスラエル大使館前、4時です、4時、ネットで拡散してください。そしてツイッターなどでガザ空爆で検索してください。大変な写真がいっぱい出てきます。そしてそれは日々のガザの戦況の姿でもあります。こんなことは許されません。そうです、排除じゃない、襲撃だ、襲撃。大使館からここまで100メートル以上ある。その100メートルを
機動隊30人が全員を押しながらここまで排除する。こんなこと許されるわけがない。判定前と同じだぞ、お前。そうだやってると。そして水球を始めたら責任者が2人ともに、あなたがサブキャップだよな。あなたサブキャップだよな。あなたはやらないと確約しろ。はい、お願いします。今、確約はできないと言いました。つまり、あんたをやるかもしれないと謝れ言ってるわけですね。入ります。今、確約はできないと、明日をやらないと言えと言ったら確約はできないと言いました。なぜですか？もう出よう。なぜ確約できないんですか？明日もやるんですか？答えなさいよ。今日やったことはない。やらないと確約したら我々は帰る。やらないと言え。今これ流れてるから、国際的に流れちゃうからな。そうだ。あとお願いしたっていう態度か、それは。お願いどころか、そういった途端に彼をどうやった？襲いかかったじゃないの。怪我させたじゃない。明日も同じことやるのかって聞かれてるのよ。同じことやるの？やらないの？それだけ答えてごらん。貢献力なのよ、あなたたちは。何壁作ってんですか？そんな形で行使していいんですか？なんか急に答えなさい。なんで私も突き飛ばされた。子供にいて、あんたがやったって言ったらみんなで隠して、そいつは逃げた。恥ずかしいでしょ。彼の怪我させたのは何人？みんなでガーッと押したじゃないの。あれはお願いの態度か。あれは明日もやるんですか、やらないんですか？仕事だったら何でもやんの。はい、そっぽ向かないでくださいよ。何か言いなさいよ。何やってんだよ。何やってんだよ。まずくなったら暴力振るうのやめなさい。口頭で言いなさい。答えられないなら私は答えられない。二度とすんな、二度と。口で言わなきゃ。何も言えないの？だったら何も言えませんというふうに言語で言う。でも俺さっき確約できないっていうふうに言って、うん、つまりやる可能性があるってことだよ。仕事っていう名目だったら何してもいいわけ。あのね、2012年も2008年末もみんなマイクを使ってこのイスラエル大使館前で抗議をしてるんだよ。今日以上の人数が集まってるんだよ。なんで今日は小島町はそれを知ってるはず。ここにいる現場の人間が新しく来てそれを知らないとしても、上の人間は絶対に知っている。だったらなんで今日あんな暴力排除をしたんだ。おかしいだろ。その理由とそれから明日はやらないってことをちゃんと言いなさい。まずそもそもなんで今日排除した、理由はあるでしょ。何を笑ってんの。笑うじゃないんだよ。あなたが笑ってんの。そんな舐めた感情でここに立つのはちゃんと答えろ。あなたがボリューム、何ヘラヘラしてんの。公務員だ。あなたはやらないと言え。何をやってんの。何やってんの。やばいですよ。あなた今ね、こっち今あなたは停止状だね。あなたは警視庁だね。押さないで。一旦報道に上がるからあなたございなさいよ。あんたたちがはい、報道に入ってよ。俺も危なかった。もう少し、ちゃんと当てよ。その前に答えよ。通ってるじゃない、人はみんな。あんたたち中継を見てる皆さん、今明日の4時からも抗議行動を行われるために、今日の最初に200メートルも暴力的に排除されたことをやるなと、マイクを使ったら排除をするということをやめろということを言っています。マイクを使わなければ全く音は聞こえません。今日みんなが集まって150人集まったその中ですら、マイクがなければやっぱり何を喋っているのか分かりません。これでは抗議になりませんから、私たちは明日はマイクを使わないと排除をやめるなということを追求しています。皆さん一緒に声を上げてください。見ててください。はい、小島市長のナンバー2、この現場のナンバー2の方ですね。あなた自分でそうだって言ったので、だからはい答えてください。明日もやらないですね。ちょっと後ろ向こうが当時でちょっと開けてくれます。通れてる、開けてもらいます。大丈夫、どちらでもいいですから。なぜ何も言わないの。なんで。それからあそこでどんぶりを持ってるのがあれは警視庁です。さっきもういいだろっていうふうにこっちに行ってきたら、小島署の人間に聞けと言ったってことで、あなた、じゃああなた答えんのね。あれ警視庁。違う、こっちは警視庁。あんた警視庁。警視庁で麹町ね。じゃあ両方答え。じゃあちょっと責任人をはっきりさせよう。今日排除の指揮を取ったのは警視庁ってことだね。抗議に行く宛先間違えたら失礼でしょ。警視庁ね。あ、警視庁だな。警視庁が主導したってことだな。だから、二人とも警視庁だからな。
まあ、今日出たのは警視庁の機動隊なんだろ。警視庁は警視庁だ。名前と会長が OK、 皆さん当選します。つまり警視庁ということはより安倍政権の意向を受けて今日の妨害に